チャンネル月曜日ですそチェックはい、ということでね、もうどんどんね、試合を進んでいって、なんと、セバ、両リーグ、初めての大阪ね、近畿地方ね、関西のチームが初めて、セバ両チームマジック点灯したっていうね、史上初の出来事であります。まあ、あのー、 関西勢同士が日本シリーズしたのは、確か昭和39年の阪神対南海っていうところがね、あるんですけども、多分その時はまだ前期後期制パリーグがね、えー、だったと思うんで、そのマジックっていうところね、対象になる試合がなかったというところで、えー、今からね、この2023年になって初の、関西による2チームが、えー、セパともにマジックを点灯したというね、えところの、えー、史上初の、えことになりましたけれども、えオリックスもね、えー、ロッテ戦、 えー、25日4対3でオリックス26日0対0で引き分けで27日、えー、5, 対5対2でオリックスオリックスの2勝1分けというところで1位2位対決ねオリックスが連勝ね、えー、引き分けを挟んで連勝というところで、えー、マジックが22、えー、点灯してもうこのままね 優勝3連覇に向けてま、ね、っしぐらっていうところになってると思いますけども、まあ、25日、ねえー、4対3で、えー、オリックスというところで、えー、ロッテ先発、種ね、5回3分の114球、えー、9安で6三振4四球4失点というところで、まあ、先頭、ね、フォアボールっていうところが悔やまれるけども、まあ、序盤、ストレートもね、本当にいい感じで投げれて、まあ、最後にね、変化球ちょっとね、フォークとかが高めに浮いて、まあ、そこを仕留められるっていうところでね、まあ、失点かなと。 オリックス先発山崎さんちゃう。えー、5回64球、6アン3三振、無四球3失点っていうところでね。まあ、ロッテはね、えー、2回表に、えー、1アウトからね、石川センター前、岡タイムリー、ブロンソータイムリーというところで、いい形で2点先制して、で5回表にもね、えー、藤原がワンアウト3塁からギスデーフライで、ねえー、チャタツー2ベース、んで、柿沼が送りバンドを決めて、ギスデーフライっていうね、いい形で3点。まあ、このままね、初戦、取るのかなと思いきやね、この5回裏、えー、1アウト1、3塁から森がね、ギスデーフライで打っていって、 で、6回にね、えー、先頭胸がフォアボール。だから、このね、フォアボールが、種市はちょっと痛かったかなと。で、野口レフト前ヒット。若槻アウトになるけども、山足ラウト前ヒット。で、ワンアウト満塁ーーからね、渡辺が犠牲フライを打って、で、ツーアウト一、三塁から西野タイムリー、中川タイムリーっていうところでね、えー、勝ち越し。でも、このね、中川タイムリーね、二塁ランナー山足、まあ、ツーアウトっていうところでね、ホームに帰ってきたと思うけども、センター藤原のね、送球が三塁側にそれて、セーフになるっていうところで、あれ、ちゃんと投げてればアウトだったわけにね、 そういったね、えー、一つの、えー、ミス、ミス、エラーじゃないけどね、ミスっちゃミスの中でね、えー、逆転されたっていうところで4対3ね。で、まあこの1点でね、えー、勝負ありっていうところになったけども、えー、ロッテはね、この6回、ね、先頭ブランコがヒット出て、石川ね、えー、アウト。で、岡がアウト。でもこの時にね、ダイソー和田を使って盗塁。で、セカンド行ったけども、岡ブロッソーとね、えー、1本出ず。えー、そして7回、ね、えー、佐藤内安田。で、藤原送りバントを決めて、2アウト2秒から山口慶安。で、中村翔吾ね、 山口経営気味に歩かされて中村勝負されてんだよ。中村そこ頑張っていかないと。 で、そのね、三振っていうね。ま、あこの6回、七回ね、1本出ればっていうところでね、1本出なかった。で、オリックスはね、え、小木田山岡、山崎総一郎、平野とね、え、ランナーは出すけども、ま、なんとか踏ん張ったっていうところでね、え、6回ね、一気に猛攻。ま、あ大日はこの先頭フォアボールね、ここが悔やまる。ね、その中の4対3の勝利。で、続いて、え、26日っていうところで、0対0の引き分けっていうところになりますけれども、え、ロッテ先発2勝ね、8回1四4球、4安で4三振、2球無失点と。 で、オリックス先発、えー、山下俊平だ。5回72球、4安ン四三振、4、1球無失点と。まあ、山下ね、ちょっと腰の張りがあって途中交代したっていうところがね、心配だけども、その後ね、日嘉、安部、宇田川、山崎、総一郎、山岡、山田、吉田というところでね、えー、しっかり粘りの投球。ロッテもね、西野アンとペルドも増田、えー、横山、沢田とね、えー、粘ってしっかりね、えー、引き分けに持ち込めたっていうところは、お互いね、両チームの都市。ね、オリックスもね、えー、12回で5アンダーっていうところでなかなかチャンスがなくね、 えー、どっても9アンダーっていうところで、得点圏にね、ランナーを進めるんだけども、一本出ずっていうね、この10回なんかもね、トブすぎセンター前、藤原送りバント、山口敬遠して歩かされて、で中村翔吾レフト前ね、で、ここでね、レフトね、渡辺ね、ホームに、ナイスロー、グスロー、あ、これ大きかったね。ね、で、ポ、えー、ランコ敬遠されて、満塁策取られたけど、和田がね、三振っていうところで、まあ、このね、えー、オリックスをね、攻守に阻まれたっていうところもあるけどね、 9回も先頭ね、かぐらかがセンター前ヒット、ダイソー、和田が出てね、送りバンド、安田、藤岡で一本出ずっていうところで、なかなかね、チャンスで一本出なかったっていうところがね、ロッテはきつかった。そしてね、十7日はね、5対2のオリックスっていうところで、オリックス先発ね、えー、あずま、5回3分の208九4ワンダー、634、29、1デットボール二失点とね、えしっかり勝ち投手。で、ロッテ先発りね、4回73球、6回、6アンダー、4三振1四九三失点っていうところで、ロッテはね、いい形でね、先 初回ね、藤原センター前、藤原フォア、藤岡フォアボール。で、ノーアウト12から角中がね、え、ライトに先制タイムリー。で、ま、まあ、なおもね、ノーアウト12続けども、え、ポランカーを飛んで安田ダブルプレーっていうところで1点止まりね。で、その後オリックスもね、え、長川のタイムリーツーベースで1点数ぐ返して、で、3回ね、森が勝ち越しタイムリーヒット。その後トングーもレフト前っていうところで逆転。ね。で、6回に、え、ロッテはね、ポランコのホームランで1点差に追い詰めるけども、8回裏ね、 えー、2アウト1塁から、ゴンザレスのサードゴロ、なんとブロッソをね、トンネル、バーッと。ね。で、その時にね、レフトクッションもたもたするところで、1位ランナーのね、山足が、えー、しっかりホームまで帰ってきてっていうところでね、まあ勝負ありっていうところになるけども、まあこの試合もそうなんだけどね、まあ1年前のね、これ日韓の評論にも書いてあるけども、1年前のね、えー、スターティングラインナップから、約半数ね、えー、長川、そして、えー、胸、えー、紅林、若月以外の選手は、 全員新しい選手なんだ,よ、ね、だからやっぱ今年のねオリックスの強さっていうのはやっぱりね 勝利と育成、そして休業っていうところをね、巧みに使いながら、えー、勝利とね、育成っていうところを両輪にかけてね、これなかなか難しいんだけどね、えー、やってきた結果。えー、その中ではね、え、実績がある選手でもね、調子が悪くなったらもう二軍に落として調、調整させて、調子が良かったら上げるっていうところで、実績にこだわらない。調子が悪くなったらすぐ外す。調子が良いメンバーを使っていく。そういったところで、ね、え、前半と後半とかに分けても選手層が変わったりとか、 えー、結果残してる選手も調子が悪いと見たらね、ちょっと休養を与えるとかね、して、えー、退社、チームのね、代社っていうところを促しながら勝ってるっていうところはね、この中島監督3連敗へ向けて非常にね、いい形のチーム作り、黄金期を迎えるのかっていうところでね、吉田正尚も抜けてっていうところもあるけども、それも補えてきてるっていうところは、そういったね、新陳代謝を図りながらチームのね、流動化っていうところが進めたね、えー、結果かなと。 セデーノもね、取ってきました。おセデーノいいな。で、悪くなったらね、もうスパッと2軍で調整させて、で、ゴンザレス上げてくる。そしたら今日みたいにね、まあエラーだけどもね、ね、えー、タイムリーにヒットに繋がってくるっていうところもあるし、杉本もね、調子悪かったら2軍に落とすね。疲労かもね、最初使って調子悪かったら2軍に落として調整させて上げてきて使う、ね。で、また上げしきってすぐ使うんだよね。そしたらまたね、あの、宇宙化を抜けるタイムリーとかを打ったりするっていうところで、そういった相乗効果を促しながらチーム全員で勝っていくね。誰かに 固執することなく固定メンバーで戦うことなく調子が悪くなったら変えますよ二言を落として調整させますよ調子いいメンバーは上げますよね誰か誰かにねその特別扱いするわけでもなくね誰かに固執するわけでもなく固定メンバーでも戦うことなくねそれはもうフラットに平等にね え戦っていけるえ、外す、使うっていうところが非常にいい形、今だってね先発もなかなか6人ね、ね夏休みつ,つえ苦しいところで、ね、育成出身の6年目東、ね、がこ,こういうふうに、ね、まだ一軍に途中が上がってきて、ね、負けなしだからねで今日だって連、ね、リリーフが連投になってくるよって言ったらよ1点差なのによあのこんなのに小木田、山田、平野っていうねこの3人で勝利の方程式組むかっていうねところもあるししかも、その3人がね完璧にね リリーフとしてね機能、えー、するっていうところでもね非常に素晴らしさっていうところもあるしそれがね今のオリックスの強さかなというね。勝利と育成と 給与、そして、誰かに故死しない。ね。えー、誰かを特別扱いすることもなく、実績に頼らなら、今を見る、悪ければ外すっていうね、えー、素晴らしいチーム作りになってると思います。そしてね、結果が伴っている。これがね、すべてを象徴してね、すべてを生徒化させる一番の理由だと思います。ということで、結果ね、マジックも点灯して、2勝1分けで、オリックス対ロッテ、オリックスの勝ち越しです。 ついて西武で、セーブ対日本ハム。25日5対零でセーブ。26日0対7で日本ハム。そして27日が3対4で日本ハム。ね、日本ハムの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、25日で、ね、5対0でセーブっていうところで、セーブはね、先発、平良。ね、8回116球、三安打三振、3四球無失点っていうところでね、えー、前回登板が3月18日、ソフトバンク戦、まさかの7失点っていうところでね、早期降板になったけども、ね、 えー、今日の試合、しっかりね、えー、8ング投げて、えー、無失点高等っていうところをね、えー、しっかり1週間で立て直してきたっていうところは、えー、さすがかなっていうね。で、日本ハム先発、大沢ね、6回3分の2 0三九8アンダー83し、えー、無四球5失点っていうところで、まあね、5回までね、いい形で来てただけにね、えー、6回裏、8番次にヒット、西川アウトにするけども、ゲンターがライト前ヒットで、ペイトアウトにするけども、ワンアウト一塁からね、マキノンセンター前っていうところでね、このね、ホーム、古川バーッと、 あれ取ってたらアウトよ、返球もナイス返球、ちょっと中途半端な、ね、バウンドになったけど、あれ、取ってたらアウト、そしたらこの回、ね、0点になったのよ、0点がその後え渡辺のタイムリーっていうところで、0点が3点なんだよ、これはねきつかったね、で、えー、7回にもね、えー、現在のタイムリーヒットっていうところにて、追加点で取って5点っていうところでね。 でまあ、ね日本ハムは、ね、3安打しか打てなかったから、まあ、その中でもね初回ね、ね、えー、先頭のらまツーベースで、えー、松本がアウトになってワンアウト3塁から軍司清めで1本出ず、ね、2回、先頭、万波フォアボールでツーアウトから古川がセンター前打ってツーアウト1塁からね上川とかセカンドゴロっていうところで1、2回、ね、ちょっとね平ー立ち上がり悪いからね1、2回チャンスあった中でそこ1本で出てればねこういう状況変わったけどもねこの3回っていうところの,、ね、やっぱその古川の頃 あのキャッチ、あれでね、この試合はね、大きく動いたね。で、7回もね、2アウトからね、次に石川源田っていうところね、3連打でタイムリーっていうところで、まあしっかりね、投げる人が投げてね、打つべき人が打つ。そして日本ハムはやっぱりそのね、ミスっていうところが痛かったなっていうね。で、26日はね、逆に0対7で日本ハムっていうところで、西武先発高橋コーナーね、5回85球、9アンダー 13C、397C てまさかっていうね、 で、逆に日本ハム先発伊藤9回107球、6安で734、無四球無失って、無四球カンプ、ピ,ッピチ。ね。で、日本ハムはね、もういきなり、えー、初回からね。 えー、ワンナウト三塁から清宮がタイムリー振って先制。二回の表にね、ツーアウト二塁から磯端タイムリー。で、ここね、えー、七間軍事とフォアボールフォアボール。これがね、高橋コーナー一番痛かった。で、清宮タイムリー、えマルチネスタイムリーっていうところで一気に5点。ねで、三回表も野村のホームラン。ね、これで一気に三イニングで7点だからね、まあ、きつかったかなっていうね、この野村のホームランでね、一気にガクガクってね、さらに来たからと。 セーブはね、この2回の裏ね、2アウト1塁から、まあ、6点差あるっていう中でね、西川がレフト前ヒットを打つんだけども、ね、セカンドランナー、戸崎がホームインする前に、1塁ランナーのヒルマが3塁を狙って、それが3塁立っちゃうと、レフトの野村はナイススロー、ナイスサンダー。で、ね、ここなんだけど、まあ、まずね、 今年ね、こういうホームをね、ゆっくり通過することによって、その、後のランナーがアウトになって、得点が認められない試合めっちゃあったと思うんだよね。だから人の振り見て若振り直すじゃないけども、やっぱりその先は最後まで走らないと、ばーっと。で、あとは、6点差なのに、レフト前、レフト前って言ってもショートのね、若干三遊間寄りのライナー制度抜けるところだけど、ね、レフト前なのに、6点差で1位ランナー昼間は、わざわざ3塁に行かなきゃいけないことかっていうね、 そこら辺ももうちょっと考えないと。しかも2アウト。で、アウトになってるからね。これはまあね、レフトの野村のナイサンダー、ナイスローっていうところもあったけど、状況を考えないと。6点差で無理していくところじゃないんだよ。その先も全力疾走しなきゃいけないけど。 そういったところがね、この状況判断、まあまだ新人なのかなっていうところはあるから、まあもうちょっと考えてね、行きたかったね。で、あとはもうね、えー、そっからセーブはね、6アンダー完封負けっていうところで伊藤のね、ナイスピッチングっていうところが通いたし、やっぱり高橋コロはね、3回までにならしって、これはちょっとね、逆でそれにはきつい展開だったかなと思います。 ついで、27日の試合ね、4対3で日本ハムの勝利っていうところで、日本ハム先発上原はね、6回89分7で434、1ゲットボールに失点っていうところで、ストレートを角度あって投げてそこから方向を落とすっていうところではね、非常に素晴らしいピッチングだったし、まあ、前回もね、いいピッチング、9回っていうね、あ、8回か関東負けたけども、関東だよね。えー、オリックス戦ね。 えー、9イニング投げて、えー、自責点ゼロあ負けてないか、えー、勝敗つかずていうね、えー、ところでまあ完投してるね、まあ、これもどんどんね先発としての力もついてきたしね、えー、川野、池田、田中関とまあ、田中関、ね、最後1点取られるけども、まあ、しっかり踏ん張れたというところは素晴らしいピッチングで日本ハムは、ね、初回9名のホームランで先制、ね、でそのあと、えー、西武は、ね、2回裏に、えー、岸、そして小川のタイムリーでねこの買い出せね 下位打線で2点を取って逆転するっていうところではめちゃくちゃいい流れだったんだけど、日本はもね、取られたすぐ、2回裏取られてすぐ3回表に、え、ツーアウト2塁から真ん中がないセンターにタイムリーツーベースっていうところ、すぐさま同点に追いつく。で、6回にね、え、先頭代打軍事のフォアボール。で、古川おこりバンドを決めて、え、7マがアウトになるけども、ツーアウト3塁からね、え、磯端の勝ち越しタイムリーね。で、え、清明のね、センタータイムリーヒットっていうところで、一気にね、4対2。ま、あこのままねで9回ね、えー、次のタイムリーツーベースでね、 え、一点返すけども、ね、えー、そこは最後ね、田中継がなんとか踏ん張ったっていうところでペイドを打ち取ってね、えー、勝つんだけども、ちょっとね、あのー、この試合はね、日本はね、いい形で繋がったっていうところもあるし、上原がね、この2回の、えー、失点だけで収めたっていうところは、まあ非常に良かったかなと。 まあその後もね西武的にはなかなかねランナー出すけどもまあ連打出ずっていうところもあるし、えー、そもそもね結構三者凡退で抑えられたっていうところでは、ね、日本ハム投手陣の、ね、踏ん張りが支えたからねで結果ね、ね2勝1敗でね日本ハムの勝ち越しなんと日本ハム最下位脱しで5位西武は最下位に落ちましたっていうところでね今後、このターンでねどうなるのかというところでは、えー、西武対日本ハム2勝1敗で日本ハム勝ち越しでした。 えー、続いて、楽天対ソフトバンク。25日3対2で楽天。26日に2対1で楽天。そして27日が7対1で楽天。というところで、楽天3連勝。なんと3位ソフトバンクに楽天。2ゲーム差。まさかのソフトバンク3連敗というところでね。今後どうなるか。えー、借金生活にソフトバンクが突入っていうところで。これね、まさか3連敗すると思わなかったから。まあ、これね、3位、A、クラスはもう硬いかなと思ったらね。 まあ、ソフトバンクはね、こうどんどん怪我人が抜けてて、どんどんこう下がって、チーム状態が下がっていってるんだか楽天今ね、チーム状況めっちゃこう上がってきてるからね、これは下手したらね、逆転あるかなと。まさかの大補強して B クラスはやばい。はい。えー、ということでね、25日3対2で楽天というところで、楽天をね、少ないチャンスをね、しっかりものにしたっていうところで、まあ、チャンス、そもそもね、チャンス自体が3回しか、 えー、なかったわけ。そのね、3回しかなかったチャンスの中、2回ものにするっていうところでね、えー、楽天が、えー、ギリギリの勝利っていうところになるんだけども、まずはね、えー、1回目のチャンスっていうところではね、5回ね、えー、2アウト、1、塁からっていうところで、代打がね、えー、安田が出てきて、えー、ショートゴールでアウトになるんだけども、まあ、2回目のね、チャンスね。まあ、でもソートバンクはね、えー、3回の表に、 ツーアウト二塁から、メモリをね、え先制タイムリーヒットで打って打って、で、5回の表にね、ツーアウト三塁から、え、回のタイムリーヒットっていうところでね、2点目。で、これね、2対0で、そのままね、リリーフも投げ切ってね、このロースコアの展開で、ソフトモンクが勝つかんなと思ったら、え、7回裏にね、えー、浅村がセンター前ヒット。で、島内フォアボールですね。で、ノーアウト一塁から、阿部が送りバンドを決めて、えー、岡島がセンターへの犠牲フライ。そして、ツーアウト二塁から、鈴木大地の、なんとサードフライ、マウンド付近のサードフライを、 え、シュートが落球してしまって同点。ね。で、最後はね、10回裏、ワンアウト1、塁から、辰巳のね、え、レフトへ、サヨナラタイムリーツーベースっていうところでね、まあ、サヨナラになっていくわけなんだけども、結局で、ね、ソートバンク、結局はミスで、ミスでチャンスをものにできず、相手に得点を与えるっていうね、結局ミスで負けるっていうところで、ソートバンクはね、4回の表、ね、 一点先制して、なおもね、ワンアウト一塁ね、スリーボール、ツーストライクっていうところでね、バッター中村、ファーストランナー近藤っていうところで、自動的にスタートして近藤が盗塁するんだよね。そしたらラインエンドヒットの形を取りたい中で、中村がなんと三振、しかも三振ゲッツ。ね、中村が三振すると思わないでバット当てること。ここ最悪当てなきゃね。で、5回表、ね、海が先ほどね、5回タイムリー打ったって言ったけども、タイムリー打った後、オーバーラー。ね。 オーバーランしすぎて、7、4、3、タッチアウト。まあ、セカンド、浅村ね、これ、高判断でファーストに投げて、回路をタッチアウトしたんだけど、これもね、せっかく1点取って、まだもう一回ね、上位に回って追加点いけるかもわかんないのに、無駄なね、オーバーランをして、3、ファーストでね、7、4、3、タッチアウトっていう。で、先ほど言ったように、7回裏ね、同点のタイムリーエラーっていうところで、鈴木大将ね、えー、サードフライ、ね、マウンド吹きの球を、サードシュートがね、マウンド吹きでいるら、落球するっていうね、 結局勝てた試合を勝ちきれないっていうところがね、これも流れ的にも危ないなっていうね。えそして26日の試合ね、2対1で楽天っていうところで、楽天先発田中マー君ね、本人納得の7回91球、4安ン五534、1球1失点っていうね、えヒロインタビューで納得の投球だったっていうところでね、いい形からと。で、ソフトバンド先発バンドをね、5回3分の2、104球、5アンド634、1球 2, 2失点。これはもうね、攻められない。2失点で攻めたら、 もうそれはもうね、かわいそうっていうところでね。で、ソフトバンクはね、結局はミス。結局はミスで負けるんだけども、まぁ、あ、今年はね、先生、二回の終わり楽天がね、 えー、ノーアウト一、三塁から阿部がね、レフトへ先制タイムリーヒット。で、その後ね、岡島ノーアウト一、二塁からフォアボール。で、ノーアウト満塁ね、これもう一本トントントンって言ってればもっと楽な展開だったけども、えー、二回ノーアウト満塁から伊藤アウト、安田アウト、辰巳アウトっていうところでね、1点も取れずっていうね、こことかバントをね、めっちゃ踏ん張ったわけ。でね、えー、5回の舞台ね、ソードバンクは今宮のホームランでね、同点に追いつくけども、えー、6回の裏にね、ツーアウト一塁から岡島のね、ライトへタイムリーヒットっていうところで、 え、勝ち越して2対1になるんだけども、まあ、ソートバンクはね、そもそもご飯でしか打ててないんで、それなかなか勝てるチャンスなかったんだけども、その中でね、えー、2回の裏、ね、結局この1失点っていうところもね、えー、先頭浅村がね、サードゴロ、リチャードの悪送球から始まるんだよね。で、島内ヒット、で、アメロタイムリーっていうところで、このエラーがなければね、そもそも1点取られてたのかって話だし、で、4回ね、 ショートバンクが4回、ワンアウトからね、柳田がスリーベース打つんだけども、そこから近藤柳町とね、このスリーベースを打ったランナーを返せない。ね。で、6回、ね。ワンアウトから、牧原がね、えー、ショートゴロ、村林がファンブルしてエラー。で、ここでね、えー、柳田近藤っていうところでね、えー、続いて打てない。ね、その中で、牧原の通りも成功してセカンドまで遅れてんだけども、柳田近藤でタイムリーが打てない。相手のミスをつけない。こちらのミスは疲かれる。ね。乾杯です。 ね、27日ね、7対1でね、楽天っていうところで、えー、楽天先発正直ね、5回99、2安打3三振7四球1失点っていうところで、制球めちゃくちゃ苦労して、フォアボール連発するけど、つけないっていうね。で、ソートマーク先発松本ね、3回3分の1、59球、7安打1三振2球一1デッドボール5失点っていうところで、えー、2回の裏ね、えー、楽天は先頭浅村2ベースね、島内アウトになるけども、ワンナウト3塁から岡島のね、えレフトへタイムリー。 で、その後、フランコフォアボール、辰ツライト前ヒット。で、大田がアウトになるけども、ツーアウト満塁から、え、こうかとのね、ショートでタイムリーナイアンダーっていうところでしっかりに点を取って、ね。で、ソートバンクは3回の裏ね、え、カフォアボール、中村フォアボール、近藤フォアボールと、ま、あツーアウトだからね、3四四球。で、柳町フォアボールで押し出し、ね。で、その後、セカンドね、え、牧原、え、セカンドゴロで、追加でって、もう、ここもパパパーンっていきたかったけどね、4四球だからね。で、よ4回裏、ね。え、ワンアウトから辰ツ え、大田、ブ、え、カ、ー、田、連続ヒットでタイムリーヒット。で、村林もヒットで繋いで、えー、部押し出し。押し出しをお返ししますみたいなね。で、浅村がセンターのタイムリーヒットっていうところで一気に3点。で、5対1。で、7回裏にもね、えー、フランコのレフト前ヒット。で、これをね、近藤が降一。で、中継に入った三森はね、えー、サードへ悪送球っていうところで、えー、全員帰ってくる。フランコまで帰ってくるっていうところで、もう7対1。ミス祭り。だから、この、 もうこの3試合でもうソフトバンクは、ね、あのもう結局ミスですね結局ミスで相手に得点を上げてで相手のミスフォアボールも含めてね相手のミスをつけないっていうね、えー、ところそれはね勝てない、正直自分たちがミスして相手にそのミスをつかれてで相手がミスしてくれたのに自分たちはつけないそれは勝てない。 えー、ということで、楽天はね、そこをしっかりね、ものにしたっていうところが大きかったしね、えー、まあね、相手がミスしたところをつく、これつけないパ、パソード番組みたいにつけない可能性もあるからね、それをしっかりついて、得点をものにして、まあピッチャーね、えー、なんとか踏ん張ったっていうところと、まあこの辺もね、庄司がね、ちょっとバタバタしたけども、その後ね、えー、酒井安楽孫、鈴木とね、えー、しっかり、え逃げ切れたっていうところは非常に大きかったんじゃないでしょうか。ね、結局、楽天の3連勝、3位まで逃ゲーム差、さあどうなるのか さあ、続いでセリーグ。広島対ヤクルト。25日4対3で広島サヨナラ勝ち。26日7対5で広島。そして27日7対7の引き分け。というところで、広島のね、2勝1分けで勝ち越しっていうところになりましたね。25日ね、4対3で広島のサヨナラ勝ちっていうところで、えヤクルト先発ね、え石川、ね、え6回84球、4安打13進出。 えー、無四球三失点。えー、広島先発森、6回三分の一、94球、6安打1三失二四球三失点。どちらも三失点っていうところだったけども、えー、カーブはね、えー、初回2アウトから、小園がレフト前ヒット、で、ここで盗塁、西川タイムリーヒット、で、デビッドソンの、えー、ツーランホームランで一気に3点、デビッドソングね、強い。ね。その中でね、石川ね、これ初回だけだったのよ。他ね、完璧だっただけにね、この初回の三失点持ってなかったなっていうね。で、森はね、えー、その3点先制してもらったね、 え、二回の表。ね、村上にね、先頭ライト前ヒット。で、サンタナオスのフォアボール。この二つのフォアボールがね、森はほんと痛かったね。で、その後、長岡義勢フライ。で、丸山ね、内野ゴロの間に1点入れて2点。ね。で、三回の表には、2アウト二流から村上のね、タイムリーヒットっていうところで同点。ね。で、ここでね、ずっと、ね、例が。 続いていくわけだけども、まあそっからね、お互い投手陣ね、本当に頑張って、なかなかね、チャンスもなかったっていうところで、まあヤクルトはね、最後はね、えー、攻守にミスで自滅っていうところでね、その攻守にミス何かっていうと、9回表ね、先頭を押すのがね、えー、悩んで出て、で、7番中岡が、なんとバンド失敗でダブルプレーバーッと。ね、で、その後、ね、9回裏、守備固めに入った、あーサード竹岡、ね、 え、小園が、えー、サードゴロを打って、竹岡がね、まあ、三遊間寄りだったけどね、効率で、えー、出塁ね。で、ここでね、えー、セカンドまで。これよくね、小園ね、セカンドまで行った。三遊間ね、効率した中でね、レフトもね、ちょっと深めに守ってたかのかな。ちょっとダッシュね、取ると思って、ちょっとダッシュが遅かったのか、ちょっとそこまではね、試合見てても分からなかったけども、小園がね、しっかりサード効率ね、セカンド行ったっていうのがね、ぐっそう。ね。で、その後ね、一塁が空いてるから西川敬遠。経営 で、ツーアウト一抜からね、矢野が送りバントしたら、清水がね、悪送球。でもこの時にね、ライトサンタナ、グッと、ナイスカバー。超すぐ後ろにいたね。あれ多分ね、サンタナカバーしてなかったらね、もうこの冒頭悪送球でさよならになって終わってた、ね。できんじゃん、サンタナ。守備。できんじゃん。俺びっくりした。サンタナやんじゃんと思って、ちゃんとやってるじゃんと思って。ね。で、ノーアウト満塁になって、坂倉がね、ライトエキゼフライ、これでさよならになるけども、もうこれはそれはね、9回に2つもミスしたらね、それは負けます。 ね。で、まあ、4対3でね、広島の勝利っていうね。で、えー、26日7対5で広島っていうところでね、えー、広島先発森下、ヤクルト先発ピーターズ、まさかのね、ランダ戦っていうところで、ピーターズもね、最近状態良かっただけに、この2人が投げてね、ランダ戦になるってね、ちょっと想像つかなかったね。ね、えー。ピーターズ、5回101球、9アンド4二29、一デッドボール7失点、ね。で、広島先発森下、4回73球、6アンド3三四、3、一1 9五失点ってね、 え、いうところで、ヤクルトはね、え、初回から、え、村上の内野ゴロ、サンタのね、タイムリーヒットっていうところで2点先制。それけども、広島はね、すぐ2回の裏、デビッドソンホームラン。デビッドソンの状態がで、どんどん上がっていってる。グッティ。ね。いや、3回にね、2アウト満塁からね、オスナのタイムリーヒット。ま、あこっからなんだよ。ツーアウト満塁で、オスナのタイムリーヒットだけで、ミスが含めて3点入るんだけども、ね、オスナライト前打ちました。ね、セカンドランナーホームに帰ってきます。 レフトの末包がホームに投げました思いっきり引っ掛けてファースト側に悪送球ねでそれを森下カバーしましたなぜかオスナがセカンド狙ったやつを大遠投でセカンド投げますそれが悪送球になってファーストランナーサード行ってたからそれ返ってくるっていうところでダブルバーッとまず森下三塁、ね、ランナーいるんだから でキャッチャーの相澤もちょっとあのそれて大きく動いてるからホームベースガラ空きになってるわけその時にあのセカンドまでのバックネットからよバックネットからセカンドまでの大ゲートしちゃダメ来るよ、三塁ランナー、ね、でしかもそれは悪送球になるわけでしかもタイミング結構ね全然セーフだったバーッとで3点で、5対1俺もこれでねあヤクルト勝ったなって思ったのよ。 そしたらその後、4回の裏に、西川、道林、連続ヒットで、デビッドソンアウトになるけども、相澤フォアボール。ねワンダウトリーから、ね、末金がライト2点タイムリーツーベース。で、その後ね、磯村アウト。で、菊池フォアボールでね、野間、ツーアウトマ満塁からライト前ヒットで4点で、一気に同点なんだよ。まさかというね。でもすぐ5回表にね、サンタナガ犠牲フライ打って、6対5で勝ち越しするけども、5回の裏にね、デビッドソンがなんとまたツーランホームラン。デビッドソン。 俺、ピーターズ4回で変えてよかったと思うんだよ。正直。まあね、6回に打席に回ってくるっていうところでね、代打使いたいっていうところあったけど、もう6回で精一杯だったと思うけどね、俺、ピーターズ。正直。ね。で、そのままね、6対2で広島の勝利っていうところになったけども、まあ、ヤクルト的にはね、この6回ね、7対6になってすぐ6回の表に、 ワンアウトから丸山ツーベース代打、川端レフト前ヒットで竹岡がね内野安打というところでワンアウト満塁になるわけでここで青木が6四4 3ダブルプレーここで同点を追いつけたね。 これがチャンスだったけども、ね、得点圏生かせずっていうところでいわゆるヤクルとかね、えー、その後と森下のあるねアン,ダーンもアンダーソンも1失点するけども、まあ、中崎がねここをしっかり抑えて、ね、青木をダブルプレーに取って大道、島内ねで栗林と、ね、ノーヒットで抑えて逃げ切るっていうところでねまあちょっとだまだ試合展開だったので正直、紙一重なところはあったけども、ね、広島がしっかり勝ち切って7対5ねいうね、えー、そして27日の試合ね7対7の 引き分けっていうね、すごい大アジア試合。ね。え、ヤクルトは初回ね、サンタナの先制タイムリーツーベース2点取るんだけども、広島はね、1回ぐらいね、坂倉、聖火炎のそしてホームランで6点取る。あ、は、れ、い。これで広島かなと思ったら、え、ヤクルト3回ね、丸山のタイムリーヒット。で、4回にはね、サンタナのスリーランっていうところで、一気に7対6って逆転するんだけども、8回裏ね、 デビッドソンショートゴロ、長岡、ク送球から坂倉、バンドで堂しかね、バットどつまりしながらバット折れながらセンターへのねタイムリーヒットというところでまあ7対7のね同点になってそのまま延長も得点できず試合に決まるんだけどももうちょっと大味すぎてね。 ヤクルト先発高橋慶治、2回56球、4安打334、29、1シートボール6失点っていうね、ちょっともう一回やり直しましょうっていうね。広島先発黒原ね、3回62球6安、6アンダー334、3 4失点でちょっとフォアボールある。その後のね、森浦も2本、四十球からの3失点っていうところでちょっとフォアボールちょっとフォアボールがね、ちょっと試合にかなり影響してるっていうところがあるんでね。<いあ> <laughs> あの、広島はね、そこはちょっとね、大事に気をつけていきたいっていうところと、ちょっとこんなにお話になると解説しづらいっていうところがあります。まあ、結果はね、2勝1枠の広島の勝ち越し。しかも阪神あんまり負けないから、そんな差が縮まらないからね。でも広島も頑張ってます。はい。え続いて、巨人対阪神。25日1対1、1対8で阪神。26日6対9で阪神。そして27日4対2で巨人というところで、阪神の2勝1敗で勝ち越しっていうね。もうこれは勝ち越していったらね、もう阪神はもうね、 上等だからね、まあその中ね、え二十五時、五日で、ね、一対八で阪神というところで。阪神先発村上ね、六回百八九、三で九三し、二四九、一しって、完璧です。巨人先発とこ、四回三分の10安打3一、九十七九、十安ンで五三し、一四九、六しって、まさかっていうね。このとこ、六しっていはね、本当に、まさかっていうところで、まあ阪神はね、もう特に打撃時、上位から得点。 下位打線から得点ね。で、フォアボール、盗塁、犠牲フライとヒットを打たなくても得点ってね。もう、で、サトゼルもノイジーも打って好きなしでございますね。えー、3回の表ね。えー、近本ツーベース。で、中のアウトになるけども、森下がね、レフトスタンドでツーランホームランっていうね。上位でしっかり得点ね。ホームランもしっかり打つっていうね。 で、えー、3回の裏にね、2点取られたと巨人もね、ワンダー二2塁から、長老のショートゴロをね、えー、ショート、木波がね、3塁へ投げて、セカンドランナーを刺すたびにねで、そこで佐藤輝が補給ミスでね、え、一致して、まあ、タイムリーエラーしちゃうっていうところあるけども、これね、そもそもね、このショートゴロ飛んできて、セカンドランナー佐藤飛んでサード投げるんだけど、これ木波の判断はね、良かったと思うの。良かったんだけども、サード佐藤るが、 あの守備位置からね考えるとサードまでねサードベースまで入るのにそこまで時間がなかったわけ木浪の,の速さでもそれで投げないとアウトにならないからねサードベースまで、ねえー、しっかり入るタイミングがなかっただから途中になったで途中になったことによってちょっとそれたんだよね木,の木並みの球がであの途中になって前出てることによってランナーと早く当たるじゃん早くタッチしに行かなきゃいけないと思って多分空振り気味になって後撃しちゃうんだけども だからまあ、このタイミングがギリギリになったっていうところでね、タッチが遅れてミスになるから、これも難しかったね、でも木の実の判断は悪くないけども、里寺の守備位置とかね、その里寺のサードベースに入るまでの時間が足りなかったとかね、そういったところも今度からはね、ちょっと計算しなきゃいけないかなっていうね、でもこれで、ね、1点差になるけども、阪神はね、4回の表、ね、撮影がスリーベース、ね、ちゃんとミスが起きてもすぐ先頭でスリーベース打つから、さすだよ、ね。 ノイジーアウトになるけども、坂本がタイムリーヒットっていうところで,買い出せんで、下位打線でしっかり得点、ね。5回にもね、えー、中野森下連続ヒット。大山三振するけども、えー、サドテルノイジーがね、タイムリーヒットで3点。 で6回にはね、えー、森下の犠牲フライっていうところでここもね近本、フォアボールで近本が盗塁してキャッチャーの大城がセカンドで悪送球で近本が三塁まで行って中野はアウトになるけども森下が犠牲フライっていうね、まあ、ノーヒットで1点取るっていうねで8回にはね近本のホームランっていうね8対1、完勝でございますありとあらゆる得点パターンがありましたね巨人としては6安打井っても取れずまあ、これはもう完敗ですね。 26日、ね、6対9で阪神というところで阪神先発、青柳ね5回3分の278球4安打ダー4、3、4, 4三、29、1デットボール三失点と結構低めに、ね、ストレートも進化もスライダー変化球も低めに丁寧に投げてたなとこの日ね、ね日本放送で解説してましたけどねで丸にねツーランホームランを打たれるわけ逆転のあの時だけねちょっと高めに浮いちゃってまあそれをし留められたかなっていうね巨人先発、横川4回94球6安打ダ三1、3、三3、9、1セットボール4失点と、まあ、最後はフォアボールかなと。でね 阪神がフォアボールダントツ1位なんで、チームに、ね。まあ、選球眼っていうところもあるだろうしね。相手チームが阪神打せを脅威になってストライクを投げれない。もしくはね、結構コースに突くことによってホームランが増えるっていう、この2つのね、パターンがあると思いますけども。このね、フォアボールがね、阪神多い。これもね、阪神の強さを物語ってるね。このフォアボールの多さっていうところがね。 その中でね、26日ね、え、阪神はね、2回の表にサトデルのホームランで先制するけどもね、2回の裏に、え、ノーアウト満塁から大城のね、犠牲フライで同点。ね、落ち着くけども、4回の表にね、え、2アウト1、3塁から近本のね、センター前タイムリーヒットで勝ち越しっていうね。で、この時もね、ワンアウトからね、坂本センター前、木並がね、え、レフトへツーベース。で、ワンアウト2、3塁になるんだよね。その時に巨人のね、内野陣、ファーストの秋色がめちゃくちゃ前いるのよ。 もうセーフティースクイズケアのために。あれはすごかったね。これセーフティースクイズできんだと。するんだったらスクイズしかないと。とこれでね、えー、打ちに行くんだけども、えー、ピッチャーゴロ。ね。で、その後ね、近本がタイムリーっていうところでね、やっぱこの近、木波から近本の流れっていうところはね、えー、最高かなと。で、4回はね、先ほど言ってたように、青江がちょっと高めに浮いたところをね、丸がツーランホームランを打って逆転一時ね。しかしその後ね、えー、5回の表にね、ツーアウト満塁から、 えなんとね、木、え、浪、ー、がセンターへの、えー、タイムリーヒットというところでね、結局これもね、坂本のフォアボールが痛かったのよ、ピッチャー船場様に変わったんだけどね、この坂本のフォアボール、これがね、全てだったと思う、ねでもその後ねね、木浪がセンター前タイムリーってしっかり、で7回にはね、なんと木浪が満塁ホームラン、来た まこれで勝負ありかなとまあそのね7回の裏にね巨人もね押し出しそして岡本タイムリーでね3点取るけどもまあ9対6ちょっとねきらみにね6打点、ちょっとやられちゃったからね えー、ところはあります。そして、えー、27日ね、えー、4対2で巨人の勝利というところで、えー、巨人先発面ですね、2回3分の247球2安打2三死3失点イゼットボディシってちょっとバタバタしたからね、もうすぐに変えたっていうところもあって、まあその後のね田中バルドナード高梨菊口中川はねしっかり巨人はねリリーフ頑張ったかなと。で阪神先発伊藤まさしね7回3分の2116球7安打3三死2失4失点っていうね、まあ伊藤はね。 投球の、ね、ホームパターンでね相手のタイミングを変えながら通常の投球ねもう1つは2段モーションのように足を高く上げてなかなかオールをさないでタイミングを崩すでもう1個はクイックっていうねこの3パターンで投げることによって投球の幅を広げているというところはありますこれはねみんなのスポーツ一緒に出た時に鳥谷が解説したのでそのままをパクりました今、はい、まあ、その中でね阪神は2回の表に、ね、サツエルのタイムリーヒットで3回の表には、えー、岸田のパスボール。パッと パスボール普通にパスボールしてたよ、でそのあ慌てて三、ね、塁に投げたアクてキューバット、タイムリーエラー、完全負け投げる負けの流れかと思ったら6回裏に、ね、代打、大城がホームランを打ってでその後坂本もホームランを打って同点、で8回裏にはねえツーアウトに首位からね岡本ね、ねここその前に、ね、岡本にインコースのストレート、カットストレート、カットっていうところで高めにはカット、低めにはスライダー、ねスライダーカット系。 高めにはまっすぐっていうところで伊藤がね岡本に対してここにまっすぐ投げて膝元にスカット投げてっていうところで抑えてるんだよね、三振してでそれと同じようにこの打席もい、ね、ったのよ、それがね甘く入って岡本がねミッショットせず仕留めたっていうねでその後丸もタイムリーヒットを打たれて逆転でね4対2ってなるけども。 ま、阪神はね、4アンドなんで、ちょっと序盤のね、ミスでも得点もあったけども、ちょっとその後ね、えー、しっかりと得点しきれなかったっていうところと、ね、巨人打線はね、そういったところで、ホームのタイミングを変えるっていうところで終盤になってアディアストできた。岡本はその前にね、打ち取られた球がね、甘くなったところをね、しっかりね、ミッションとしなくて、仕留めたっていうところがね、大きい勝利になったかな。まあ、これもね、2回表、大、代打大城のホームランがね、ちょっと流れを変えたっていうところでは、あの一発のホームランが大きかったかなと思います。 結果はね、2勝1敗で阪神の勝ち越し。これはもうね、強い。さあ、ついで、中日対 DNA。25日2対18で DNA。26日0対2で DNA。そして、27日2対1で中日ということで、2勝1敗で DNA の勝ち越しっていうところになりますけども、まあ DNA はね3位、3位ね、っていうところではこのね、えー、今最下位中日に勝ち越したっていうのは、 え、最低限というところでね、えー、こう巻き起こさなくてよかったっていうところになりますけども、えー、25日ね、2対18で DNA というところで、DNA 選抜バウアーね、中4日というところで、8回226球、並んだ7アンダー73、4、3、4、失点と、衰え知らずっていうね。で、中日は、もう、投手陣、崩壊とね、えー、いうところで、松葉がね、えー、5失点、えー、福島三失点、岡野が1イニングしっかり抑えて、で、近藤が10失点、ね えっていうところで DNA はね、もう初回から、えー、巻き、そして外がね、巻き、外、ヤマトっていうところでタイムリーと犠牲フライで3点取って、で、3回にはね、巻きの犠牲フライで4点目。中日はね、3回裏にえカリステをね、タイムリーで1点取るも、6回伊藤光のね、タイムリーツーベース。で、7回にはね、えー、佐野、そして巻き外、クリーンアップのね、3者連続タイムリーヒットっていうところで追加点を重ねて、 最後なんとね、9、え、回、ー、に10得点っていうね、えー、この本堂のね、法、えー、に返すては一番最後にね、ございますので、えー、もう DNA のね、圧勝っていうところでもう、えー、何も言うことはありませんっていうね。で続いてね、26日の試合0対2で DNA っていうところで、えー、まあこの試合もね、延長12回まで行って、まあ、12回の表にね、<laughs> DNA はね、ワンアウト1、3ーから、 えー、佐野がね、えー、ライト前タイムリーヒットっていうところで1点を取って、えー、その後ね、外もタイムリーっていうところで2点。で、これをね、しっかり守り切って、えー、2対0で12回ね、延長戦を制すっていうところですけども、ドラゴンズからすると、1回からね、えー、6回までチャンスもあったり戦闘も出るっていうところで、6イニング連続で、えー、チャンスか、もしくは戦闘が出てる中でね、えー、得点期生かせずっていうところで、初回もね、戦闘岡林が続いてるけども、その後が続かず。で、2回もね、えー、戦闘大佐がヒット。 その後、木下ね、えぇ、ー、ダブルプレイっていうところでチャンス広げられず。で、3回はワンアウトからね、岡林、そして大島が連続ヒットでチャンスを作るけども、えー、その後クリーンダップがね、え解説。で、4回はね、ワンアウトから村松のね、セカンドゴロ、巻が悪送球でエラーっていうところで、で、高橋宏斗もヒットを打って、チャンス作るけども、岡林がアウト。ね。で、5回も、先頭大島がフォアボール出るけども、チャンス以下説 で、6回にもね、先頭木下がヒットで出るけども、その後後続が生かせずっていうところで、まあ、1回から6回までね、本当に先頭もしくはチャンスが必ず出るけども、生かせないっていうところは、非常にね、えー、キスかったかなと。で、DNA もね、2回、4回、7回、8回とチャンスあったけども、それ生かせなかったけども、12回にね、えー、しっかり得点をするっていうところでは、非常にね、グッケーねで、この試合ね、大島が2000本、しっかりやって打ってね、えー、これで、えー、大学社会人出身では4人目。 その中では最速というところでね、非常におめでとう大島 !2000 安打達成 <laughs> スパイラルからの優勢内容 <laughs> ここからもね、えー、しっかりと、ね、どんどん記録をね、伸ばしていってください、えー、日本シリーズでサザエがね、センター横、抜けたよっしゃ勝利だてんと思った瞬間にね、大島選手があの、取ったね、麻生から打った、麻生じゃない、吉美香から打ったね、打球を取ったこと、忘れません。はい。ね えー、そして、えー、27日っていうところで、2対1でね、えー、ドラゴンズの勝利っていうところで、この試合はね、えー、12回の裏にね、うさみがさよなら人、さよなら男つくぞっていうね、えー、ところで、まあ、両先発ね、えー、平ね、そして柳っていうところがしっかり、柳も援護点ないね、全くね。 なんとかね、6回の裏に、村松がね、タイムリーを打って同点にね、追いついてくれたっていうところはあるけども、まあ DNA はね、佐野の先生タイムリーから始まって、まあその後ね、チャンスを生かせずっていうところでしたけども、まあね、土日はね、非常にね、両チーム投手人がね、踏ん張ったっていうところではね、ナイスゲームでしたけども。さあ、ということでね、えー、最後にね、この日はですね、この近藤選手のことについてね、佐野崎が語っていきたいと思いますね。 金曜日の試合ね、9回に投げた近藤蓮投手ね、24歳、2020年に育成ドラフト1位で入って、ことし3年目、ね、えー、っていうところで、まあ、このね、マウンドの、えー、なるわけですけども、まあ、打たれるのは仕方ないね、打たれるのは仕方ないけども、あの、まあ、ね、この試合後の、えー、立浪監督のね、コメントでは、まあ、勝ち投手のピッチャーしか残ってなかったと。 だからそのピッチャー使いたくなかったっていうところに言ってるんだけども、まあ、その試合ね、えー、ピッチャー使ったのが、えー、岡野、そして、えー、福島、近藤って言ったところで、えー、ピッチャーで言うとですね、えー、残ってるのが、えー、藤島、斎藤、ね、松山、マルティネス、フェリスっていうところがね、残ってて、まあ、くしくもね、その、ドリッジが延長になってね、大量にピッチャーを使わなきゃいけなくなった、ほら見ろっていうところでね、なるんだけども、いや、そんなことよりも、やっぱりね、一番は、その、 一、一回十0って、でも勝ち投手のピッチャーって勝負俺は三人やと思うね。方程式。そうだったら途中から三分の一とか三分の二とか、あの、同意でもなると思うんだよね。しかもなんかこれは聞いた話だけども、マルティネスがね、コーチを振り切って俺がね、行くって言ってブルペベンでね、作ろうとしたっていう話も聞きますし、そのね、トラウマになっちゃう可能性がある。この十0ってもしちゃうと。次投げるときに何かの恐怖心があったりとか、何かね、 えー、メンタル的なもので、必要以上に警戒しすぎちゃったりとかっていう、このね、メンタル面のトラウマになる可能性があるから、あそこをやっぱり変えてあげなきゃいけないっていうところと、もう一つ言えば、キャッチャーもマウンド行かない。野手もマウンドに来ない。ベンチもマウンドに行かない。え、10失点中、ほったらかしはきついよ。誰か行かなきゃ。っていうか、ベンチから行かなきゃっていうね、何をずっとボーっとボケット見,見てる場合じゃないよ。そんな、10失点もしてるんだ、ね、よ。俺、 1>, 1イニング10失点してんのに、誰も行かないの初めて見たかもしんない。ぐらい、かわいそう。たとえさえピッチャー孤独なのにさ、キャッチャーもさ、石橋だったっけ行かないしさ、誰も行かないっていうね。それ声かけてるだけじゃダメだよ。間を置とかね、落ち頑張っていこうっていうね、えー、ところで声かけたりさ、えー、しなきゃいけないっていうところと。で、まぁ、あ、キャップずってよ。そのね、もうピッチャー使いたくないと。だからね、もう頼むと。申し訳ないことしたと。で、60球投げたと。ね。 言ったところで、やっぱセカンドチャンス与えなきゃいけないと思うんだよ。次の日抹消しちゃダメだと思うの。ね。この、ね、使えなくても、ね、もう一回一軍で火曜日でもいいしね。もう一回チャンス与えて、そこでどうなるかっていうのを与えていかないと。これでね、スパーって切ったらね、それこそほんとトラウマになるし、今年一回も一軍が上がってこなかったらもうこれでね。もう次の来年に向けてのね、このいろんなものに対してのメンタル面が心配だから、正直ね、 最悪100歩移ったのも17って投げさせたんだったら、セカンドチャンスを与えて、抹消しないでもう一回自分のマウンドを使って、行けっていうふうなことを促さないといけないんじゃないのかなって、俺は基本的に思うしね。ちょっと、ま、あいろんな事情はあるかもしんないしね。次の日延長、その次の日も延長っていうところでピッチャーいっぱい使わなきゃいけなかったほら見ろってなるかもしんないけども、それはもう結果論であって、あの状況のこと考えたら、 次の日とか、次の次の日とかいうよりも、やっぱりその選手を大事にしてほしかったなっていうところもあるし、投げさせてもいいけど、やっぱ抹消はしないで、セカンドチャンスをもう一回与えるべきだったんじゃないのかなとさずだけ思いますけども、皆さんどう思いますかね。というところです。はい。さあ、ということでね、最後にベストライン発表いきましょう。まずはパリウから。ピッチャー、オリックス、宮城、4アンダー12奪ン振、無四球カンプ、グッピッチ。キャッチャー、オリックス、森、2度の棒打書。 ファースト、ソートバンク、中村明、エクラサプライズを頑張れ。セカンド、楽天、小深田、小立て、勝負強い。サード、日本、清宮、10本打った、もっと行こう。ショート、セーブゲン源田、4試合連続バルチアーレフト、楽天、島内、復活。センター、オリックス、中川、9安打、6立て。ライト、日本、万波、万中。DH、ロッテ、ポランコ。 10アンダー5本塁打7でエグい、ソロだけが悲しい。リリーフ、オリックス、小ギター、グッリリリーフ。セリフ、ピッチャー、広島、クーリ、無意識をンプ。キャッチャー、京人、大城、よく叩かれるね。ファースト、阪神、大山、打ちまくり。セカンド、DNA、マーキー、打ちまくり。サード、阪神、佐藤輝、キーマン。ショート、阪神、木並、木並だよ。 レフト、中日、大島、2000本おめでとう。センター、阪神、近本、2ストライクこの打率が高い。ライト、広島、西川、打率3割2分はすごい。リリーフ、広島、大道、4登板、3ホールド、無失点、グッピッチ。さあ、ということでね、月曜日の総チェック、おしまいですということでね、プロ野球、ここからどうなるのか、クライマックス、シリーズ争い、まだ色々な争いあるぞ、楽しんでいきましょう。それでは。